来月の開催に期待を示しましまたアメリカのバイデン大統領は来月にサンフランシスコで開かれる APEC ・アジア太平洋経済協力会議に合わせて開催が調整中とされる中国の習近平国家主席との会談について設定されてはいないが可能性はあると述べました米中首脳の直接会談は去年11月にインドネシアで行われて以来で 台湾情勢など安全保障や経済問題について協議するとみられます。